さて、イシューハウスの収録日に予定を伏せていた丸亀くん、一体どんな内容だったんでしょうか。今回それを明らかにするです。今日はイシューだけじゃなくて気になる案件がね、え、なんすか、そうそう、いますから。何丸亀くんがね、はい、今日先ほどオープニングでも話したんですが、19時半でどうですかと言ったところ、最初の、最初、はい、20時がいいですと、この30分のズレは何だったんだ、はい、で、その後、おい、ほにゃららかとちょっとね、ツッコミを入れていじり、はいはい、いや、そんなわけないでしょ、はい、で、その後にもう一回、ほにゃららかって言ったところ、はい、いや、だから違いますって、2回あぶり出そうとしたんだけど、はい、こうこうこうですよということは出なかった。つまり、言いたくない内容なのではないかと。いや、俺だとしたらすごいこと言わないと割り合わないよ。いや実際言うと単純ですよ、うん、ウーバーイーツを普通にしようと思って、はいはい、7時前に終わるとまだあるじゃないですか、うん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 、7時50分ぐらいでもないじゃないですか、うん、だから8時に合わせてしたかったんです。なるほどね、注文の数、まあ結局今からちょっと早めたじゃないですか、この時間を、うん、結局別のね案件で、で香川から来た知り合いの女性と飲みに行くんですけど、えなんでこっち映すの。いやダフんだよ、もうダフんだよ。令和えいや、なんでもないですよ、普通の一緒に行っていい。いや別にいいですよ。あれ ここに呼ばないの。呼ばないよ。えその人は普通にホテル取ってるんで。そっち行くの。その方は、ね、行かないよ。仕事をしに来られたんですか。そ、あ、そう あれですよ、岩瀬さんも多分知ってる人です。知ってる女性、はい、僕が香川で、はい、え、いくつだから別に何も。何歳ぐらいの人。僕は YouTube でコラボしてた人です。出ました、はい、いやいや、その言い方おかしい。この人、はい、襲ってますけれども、はい、狙ってます。狙ってるか。ちょっとここカットよ。ここカットよ、絶対。見る？編集一緒に編集者するよ。タマモから応援して。お願い。いや、可愛らしい方ですよ。若いですよ、女子。いやいや、そういう感じです。お仕事で一緒になったんで、そんな感じしないです。いや、これは行こうとしてるよ。だからこんだけ匂いがないんだよ、今。なるほど。この家に呼びたいんだよ。あ、違う違う。そうだ、急に。あ細めがね、じっちゃんの何かけて。絶対そうだ、絶対可能性があるからや。そうだ、ここでワンちゃんの可能性が違うよ。神さん、ちょっとちょっとハンガリアンやめて。ハンちゃんやめて。ハンガリアンのハンガリアンが。なんで旧題名で呼ぶの。いや、カメラマンもおかしい。カメラマンも舐めるように。もう今日あんまり入れないからたっぷり遊んでやるぜ。ね、報告も何もないすぐそうやって繋げるじゃないですか。なんかあったよ、なんかあったら。じゃあどんなモテ界隈で育ったんですか。あれもう着替えてる、もしかして。だってもう出る寸前ですから。ちょっとおしゃれしてんのこれ。あ、な、普段そんなクロスしないのに。いや、じゃあそれはいいや。それはいいや。そうやって待つんだな。僕パチンコする日いつもこうですよ。あ、態度悪いな。態度悪い。まあまあ態度悪い客商が。そうそう。あ、そうだった。じゃあちょっと今日はこの辺りで、はい、またね次回、はい、一周ということで、ちょっとまた次回まだゼロには匂いになっておりませんので。いや、難しいな。ゼロを目指して。ゼロまでやるんですかこれ。はい、なんか次はもう、もう新しい機械をまた買ってください。いや、はい、そうですね、はい、4畳半なんですって。ぜひちょっとまたゼロを目指して頑張っていきましょう、はい、皆さん、はい、いや、あなた頑張らんやろ。